のような曲だと勝手に思っております。今週パート4のゲストは作曲家の林哲司さん。彼女に曲を提供されている作家の一人であり、日本の音楽シーンに残る数々の名曲を作りになった AOR レジェンド竹内まりやさんは彼の目にどんな風に映っているんでしょうか。今週はレジェンドがレジェンドを語るという週でもあります。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。レジェンドがレジェンドを語っていただくというですね、もうとっても恐縮しておりますが、新作アルバムトラッドのですね、感想というのはいかがなものですか。アルバム自体はいろいろ CM になってたり、はい、主題歌になってたり、僕なんかだと馴染みの曲があるんですけど、はい、文字通り作品、はいはい、アルバムの楽曲って言っちゃうよりも、はい、作品っていう趣がものすごく漂う、そういうものが集積したアルバムだなっていうのは感じますね。なるほどね、作品ね。そうですね。ですからアーティストが一つの、当然その絵画でも彫刻家でも一つの作品を作りますけど、はい、作品って呼ぶにふさわしいようなね、はい、そういうものを最近は彼女は作ってるなって感じがして、なるほどね、今回はまあこの静かなレジェンドをこの番組のまあテーマに使ってるわけですけれども、はい、この曲を気になった時にはどう思われました。意外でしたね、正直でしょうね、いわゆる竹内まりやっていう非常にポップな感覚を持ったアーティストからすると、はい、本当に地味な、はい、でもなんかやっぱりその言葉というものがものすごく、特に僕らの年齢ですとね、はい、人生の扉でしたね、はい、あの曲もそうですけど、はい、生き様というか、はい、そういったものが自分の人生を振り返って共鳴するっていうところを、まあ、最近の作品って特に感じるようになりましたしね、はい、そういう意味ではこう楽曲を作るっていう意識よりも作品を紡ぎ出してる、そういう趣がすごく最近のマリアさんには感じる、ですよね。なるほどね、うん、まあ、あのマリアさんにはこの曲についてもゆっくり伺おうと思っています、はい、あのトラッドっていう言葉っていうのは、はい、トラディショナルですから、うんうん、伝統的とか正統的とかっていうニュアンスでしょうが、うん、はい、まあ、今回のタイトルはもっと時代を超えた音楽っていう意味合いのが強そうですもんね、はい、そういった意味でタイトルから考えると、はい、このフォーク調の、はい、デュランなのか、はいはいはい、ジョニー・ミッチェルなのか、はい、アレンジとかね、はい、そういうものにこだわらずにこの飾りを全部剥ぎ取って、はい、シンプルなサウンドの中で詩を語るという、はい、そういうなんか彼女の作品作りの根本的なところ、はい、まあ、それはいつの時代も多分コアなところでは普遍的な変わらないものだっていうところで、はい、トラッドっていう言葉の意味っていうのは、はい、僕なんかは捉えてるんですけど、なるほどね、ただ今までの竹内まりやという彼女が醸し出してた雰囲気からすると、はい、ちょっと異色な感じは受けますよね、はい、まあ、その普遍的な竹内まりやさんの音楽のですね、一翼をですねお作りになってこられた林さんにですね35周年を振り返りながら話をですね続けていきたいと思います、はい、J-POP レジェンドフォーラムの竹内まりや編、今週はパート4、作曲家林哲司さんをゲストにお送りしています。今日はですね、はい、全曲あの林さんがお作りになった曲をですね、はい、お聴きいただこうと思ってますが、何はともあれこの曲から79年8月21日発売3枚目のシングル「セプテンバー」。この特集のですね1周目のゲストに、はい、ワーナーミュージックの A&R の方に来ていただいたんですね、はい、今回の7年ぶりのアルバムの発売日を9月にしたのは、はい、セプテンバーですよって言ってました。あ、そうなんですか。でも、まあ、あのマリアさんもね非常にこの曲好きだって言ってくれて、はい、作曲家冥利に尽きるんですけどね、9月の1日になると、ラジオのどこかの曲から必ずかかってきて自分の耳元に届くんで、そういう意味ではこの曲が受け入れられたんだなっていうことを改めて感じてますけどね、作詞が松本隆さんで、はい、初めて松本さんに詞をお願いした曲だっていうふうに。マリアさんですか、あ、そうなんですか、この曲に関してはメロディーが先にできて、で松本さんがそれに詞をはめ込むという形のスタイルだったんですけどね。なるほどね。2008年にですね、はい、林さんの35周年記念コンサートの国際フォーラムでありまして、はい、マリアさんはシークレットゲストに登場して、象牙海岸とセプテンバーを歌われた。それはね、今本当に伝説になってるんですけど、はい、ミュージシャン含めたスタッフが驚いたんですけど、はい、全く声がレコーディングした当時と変わらないぐらいに
でブランクがあるじゃないですか、はいはい、お休みしてた期間、はい、2001年の以来ですもんね、はい、まあ、本当になんか艶のあるご演出でですね、正直驚きましたね。マリアさんはベストアルバムエクスプレッションズの全曲解説の中にですね、はい、私のキャリアの中で一番多く歌った曲だっていうふうに書いてましたね。一つには、多分これを発表した年が彼女自身がレコード大賞にノミネートされて、はい、そういった方の活動で露出が非常に多くて、はい、まあ、これは後から彼女から聞いた話なんですけど、はい、自分としてもアーティストとして活動しようという意識があった時期ですから、正直そういう芸能活動的なことに対しての戸惑いを非常に感じてた時期だっていう、芸能人運動会そうですね、そこまでは知らないんですけど、ただなんか頻繁にテレビに出たりとかすることに対しての戸惑いを感じながらも歌ってたんじゃないかなっていう、そういう意味では多分他の曲に比べて歌う回数っていうのが多かったんじゃないかと思いますけど、ね、いろんな思い出もついて回ってる、はい、よくやる屋敷で、はい、で彼女はですねこのセプテンバーについて、はい、ディレクターと3人で、うん、林さんのオフィスでどんなメロディーがいいか話したんだっていうふうに書かれてましたけども、はい、この話はですね後ほど伺おうかと思っております、はい、J-POP レジェンドフォーラム竹内まりや編、今週はパート4、作曲家の林哲司さんをゲストにお送りしてます。お聴きいただきましたのは79年8月21日発売3枚目のシングルセプテンバーでした。 J-POP レジェンドフォーラム竹内まりや編、5週間にわたって竹内まりやさんの新作アルバム、そしてデビュー35周年の軌跡をたどっております。今週はパート4、作曲家の林哲司さんをゲストにお送りしてます。流れてますのは78年11月発売のデビューアルバムビギニングの1曲目、グッバイサマーブリーズ、デビューアルバムの1曲目ですもんね。これはね実は、はい、竹内まりやさんのために書いた曲ではなくて、はいはいはい、一番最初はですね FM の方を、まあ、両方の今友人でもあるんですけど、はい、その人から依頼を受けて、はい、彼がこの曲をずっと温めてくれて、はい、で僕は知らないところでちょうど竹内まりやさんがデビューするタイミングで、こういう曲があるんだけどっていうことで、はい、宮田さん当時の、プロデューサーの宮田さんに聞かせたら、宮田さんが非常に気に入ってくれて、それで竹内まりさんでこの曲をレコーディングしようって話になったようなんですよ、で知らないところで話が進んで、でも結果的にはこれが竹内まりやさんと僕との最初のお付き合いのきっかけになるっていうことだったんですけどね、まりやさんはあの林さんの曲の中から掘り起こされて私が歌うことになったっていうふうにお書きになってて、うん、はい、林さんご自身はですね、はい、あのご自分のラジオ番組の中で、はい、預けてあった曲を取り上げてもらったっていう言われ方されてましたねこの辺がどういうニュアンスだったんですか。そのニュアンスをですね今日お聞きしようと思ってるんですが実際はでも僕にしてみると逆に結果論から言えば、はい、すごくラッキーな結末だったなっていう気はしますよね。で上がった作品自体も海外録音だったと思うんですけど、リリートナー、ジム・ケルトナー、マイク・ボーカロ、でもちろん詩は彼女のために書いた詩だと思いますし、そういった意味では作品として出来上がった時点では彼女の作品なんですけどね、あ、なるほどね、僕はメロディーだけを預けてただけです。作詞の理由、まちこさんはじゃ あのこういうメロディーがあるんだけれども、はい、マリアさんように書いてくれる詩を頼まれて、それはもちろんですね、ですからオリジナルという意味ではオリジナルには変わりはないんですが、はい、でも結果的にはデビューアルバムの1曲目を飾ってるわけですもんね。はい、そうですね、それでなんか自分としてもなんかこの出来上がりに関して、まあ、海外録音ってことも含めて海外のレジェンドですよね、はい、今そのミュージシャンたちが実際に演奏してくれたっていうことで、はい、まあ、リリー・トナーは西海岸のレジェンドギタリストで、うん、ジム・ケントナーはクラシックのバンドのドラマーですので、はい、林さんのですねラジオの中でおっしゃってたんですが、リアルマッコイズをご覧になってる杉正道さんのバンド慶応大学のバンドですね。キーとした記憶はないんですけど、あの鈴木君はすごく覚えてるんですよ、はい、松田正隆さんとですね、はい、僕とで審査員っていう形で、アマチュアバンドを何組かこうバンドが出てきて、その中で審査をするわけなんですけど、でちょうどこのリアルマッコイっていうバンドがすごくポップで、はい、でにやかな女性も含めたバンドで、はい、ポップナンバーを歌ってたのは記憶してるんですけど、そこの後ろにいた女性が竹内まりやさんだっていうことが後から知って、はい、あそこで見出しておけばよかったなっていう思いはしますけどね。なるほどねで2枚目のアルバム、はい、ユニバーシティストリートにはですね、思い出のサマーデイズという曲がありまして、これはもうマリアさんの
曲でって依頼だったんです。そうですね、一番最初の段階ではまだ彼女のコンセプト、アルバムテーマとかっていうのはどういう打ち出し方をするかっていうのは正直全く知らないところでいましたから、それでアルバムが実際に発売されて、はい、アルバムを聴いてる時にすごくなんかやっぱり西海岸の非常にポップな感じがしたんですよね、はいはいはい、で2作目に関しては確かもうそこでなんか明確なコンセプトがプロデューサーの方にもあって、はい、彼女の醸し出すその雰囲気がカレッジ的なイメージがあるんですよね、はいはいはい、でそのなんか大学のアイドル的な感じをアルバムの中で出してきたいってことがあって、はい、でポップチューンとして、はい、まあ、この曲を書いてたんじゃないかなっていう気はね、振り返ってしますけどね。それでは聴いてみましょう、思い出のサマーデイズ。この曲の作詞は竜真知子さん、はい、この作詞を依頼する段階には林さんの方でこういう詞にしてほしいというようなイメージは伝えされたりするんですか？プロデューサーを通して一番最初の段階で、はい、一つのテーマですとかイメージですとか、そういうものに従って僕らは作曲の依頼を受けたりとか、あるいは僕らからプレゼンテーションしてこんなのやったらどうだろうかっていうことが、プロデューサーもクリエイター、作詞作曲家もクリエイターですから、そのクリエイターの中で何を目指して作ろうか、それからこのボーカリストに対してどういう作品を書いたらいいだろうかっていうことをディスカッションするのは当たり前だと思うんですけど、そうです、まあ、最近そういうことが最近そういうことがしまって非常に残念だなと思うんですけどね。なるほどね、まあ、そういう中で竹内まりやさんの持ってる雰囲気っていうのを、まあ、彼女も自分で言ってましたけど、そのザ・ヒット・パレードとか僕らが見ていたその番組で洋楽に触れたっていうのはね、そういったことも聞いてましたから、非常にオールディーズ的な曲の要素とかっていうのもね、似合うんではないかなということで、プロデューサーの方からそういうことを聞いたような気がしますけど、まあ、プロデューサーが先週のゲストの牧村さんで、ディレクターが何度も話に出てる宮田さんでした、はい、うん、J-POP レジェンドフォーラム竹内まりや編パート4、お聴きいただきましたのは2枚目のアルバムユニバーシティストリートから思い出のサマーデイズでした。さて再びセプテンバー流れてまいりましたが、これは80年3月発売3枚目のアルバムラブソングスの中のバージョンですね。イントロに MC が入ってて、とってもまあ、さっきおっしゃったアメリカンな 60s な、はい、ヒットパレード的なニュアンスがありますけどね。これはジャケットもそうですよね、はい、ポップなラジオを、はい、まあ、今考えると古い昔のラジオですね、ポータブルラジオみたいな、はい、それを手に持ってるというね、そういうポップ的なイメージを醸し出してるアルバムだったんですけど、はい、それは後から多分ディレクターが考えたことではないかと思うんですけどね、先ほどですね林さんのオフィスを訪れて話し合ったという話がありましたが、うん、このセプテンバーもうそういう作り方をされてたんでしょうか、うん、これは一番最初にグッバイサマーブリーですか、はい、それを書いた段階でアルバムの1曲でしたから、はいはいはい、シングルを書いてくれっていう話になってたんですね。なるほど。それからご存知のように、加藤和彦さんがその前の作品は書いてましたから、はい、で自分にシングルを依頼されたっていうことは正直言ってやっぱりそれなりの万人に共通するようなね、好きになってくれるような作品を書かなきゃいけないっていうプレッシャーがあって、プレッシャーもありました、ありましたね、でその時にディレクターが言ってたのはとにかく分かりやすいメロディーを書いてくれって自分としては出来上がった時に、はい、今だから言ってもいいと思うんですけど、太田裕美さんが歌ったらすごく似合うようなアイドルっぽい匂いのするメロディーラインだなっていうことを感じたんですよね。でセプテンバーっていうタイトルで書くことだけは、はい、もうディレクターの頭の中に、はい、宮さんの中に、はい、ありましたから、それをキーワードに書くっていうことで、で僕はサビ頭にそのセプテンバーって言葉を入れて、はい、で心配して彼女と宮さんがうちにいらした時にですね、これでいいのかなっていう、もう自分が自信を持ってテーブルに出したって感じじゃなくて、どうでしょうかみたいな感じだったんですよ。そしたら宮さんがもう、あ、これでいいっていうんで、ちょっとこれ歌謡ポップスっぽくないって言った方がいいのかもしれないですけど、そういう言い方をしたら、いや大丈夫だからこれでいいんだと、それでまあ自分でアレンジしたんですけど、はい、そのアレンジの時に、まあ、できる限りアイドルっぽいさを腐食しようっていうことで、はい、洋楽に近づける努力はしましたけど、なるほどね、でもそれがですね、彼女が歌ったら見事に彼女の世界に引っ張られて
ミドルボイスというか、はい、中央域の魅力で、はいはい、どん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 ポップスの匂いがしてくるんですよね。あでそこにエポのまだデビュー前だったんですけど、はいはい、それが入ったらもう完璧なポップスに、あなるほど、ね、生まれ変わってたんで、はい、やっぱりこの歌い手の声の力ってすごいんだなってことをね、はい、改めて感じたんですよね。あのデビューコンベンションをご覧になってるっていう話もされてましたね。まあ最初にグッバイサマーブルーズを書いて、はい、彼女のお披露目だと思うんですけど、原宿でやったと思うんですよね。確かセンチメンタルしてるのがバックで、はい、なんか堂々としてましたね最初から。あその時から、度胸が座ってる感じっていうか、楽しんでる感じしました、ステージ自体も、まあ、本人は緊張してたのかもしれないけど、はい、そういう部分は少なくとも見てる僕からは感じられなかった。そのデビューコンベンションの時にはまだ会話はなさってないわけでしょ。うっすらと記憶に残ってるのは、その歌いながら僕の方を見てて、はい、それで、ありがとうって言ってる感じを受けました。あなるほど。でまあ、ステージご覧になったりしてた時と、はい、林さんのオフィスにですね一緒に来られて、はい、こうキッチンで、まあ、テープを聞いたりした時に話すようになってからの印象っていうのは違いました。今も全然変わらないんじゃないかな。あ今も変わらない、だからすごくなんか明るくて、これだけのビッグアーティストになっても、はい、やっぱり昔から一緒に音楽を作ってきた仲間っていうのは、はい、全然その辺は変わらないですよね、はい、フランクで、杉さんも牧村さんも同じこと言われました。 J-POP レジェンドフォーラム竹内まりや編パート4、それでは1980年3月発売3枚目のアルバムラブソングスからもう一曲を聴いただこうと思います。象牙海岸、海岸線沿いに夏雲が3年を、この曲は彼女が夏になるとリクエストが今でもたくさん来る曲なんですっていうのが嬉しいですね。35周年のライブの時に、はい、彼女の方から象牙海岸を歌うっていうオファーだったんですね、で他にも曲があるんだけどこの曲を選んでくれたっていうのはやっぱりこの曲好きなのかなっていうことは感じましたけど、そのマネージャーがリハーサルやってくる時に、これはいい曲だよねって言ってくれたのを覚えてて、僕はもう客観的にその見れなくなってるんでね、分かりませんけど、まあ、ただ彼女の声にはすごく合ってるなっていうことは感じます。明るいんだけれども憂いがちょっとあるみたいな、そうですね、感じなんでしょうね。このコーラスがマリアさんご本人とエポさんと林さんと宮田茂樹さん、当時はそう、じゃあこの曲コーラス入れようか入れまいかって、もちろんアレンジはその場でやったりとか、あるいは書いてきたりとかするんですけど、まあ立ってれば使われるみたいなところスタジオにいるとやってみようよみたいな感じで、そういうフランクな部分がありましたからね。なるほどね。本当に仲間内で手作りでこう仕上げてしまうみたいな、いい意味でそういう空気はあったような気がします。この象牙海岸をお作りになってらっしゃる時に浮かんでたイメージっていうのはあるんですか。象牙海岸ってこれも曲が先なんですけど、松本隆さんの中で多分その一つのコートジボワールっていう、はいはいはい、そういうなんかイメージがあってそこでなんかつけたと思うんですけど、多分曲的にはやっぱり竹内まりやさんって、今回のアルバムの静かなレジェンドはちょっと異色ですけど、そのポップ感覚っていうのは同じ時代洋楽を聴いて育ってきてると大体わかるんですよね、はい、かります。コニー・フライスだとか、はい、ニール・セラカだとか、はい、その辺 の, この循環行動丸出しみたいな、はい、そういうところのポップ感覚ってみんな誰もが持ってて、だからそこからなんかいろいろな音楽って発展していく感じじゃないですか、でその感覚を彼女はすごく持ってるんで、はい、そういう色合いがすごくまた声質にも似合うんですよ。あなるほどね。それで多分宮さんの方もそういうふうに考えてこういう曲を作ってくれた。三連でまさに一つの象徴的なアメリカのオールディズに近いところの曲だと思ってるんですけどね、はい、J-POP レジェンドフォーラム竹内まりや編、今週はパート4、作曲家の林哲司さんをゲストにお送りしてます。お聴きいただきましたのは80年3月発売3枚目のアルバムラブソングスから象牙海岸でした。 J-POP レジェンドフォーラム、J-POP レジェンドフォーラム竹内まりや編、5週間にわたって竹内まりやさんの新作アルバム、そしてデビュー35周年の軌跡をたどっております。今週はパート4、作曲家の林哲司さんをゲストにお送りしてます。流れてますのは80年12月発売4枚目のアルバムミス M から
2人のバカンス、80年に出た5枚目のシングルですけども、はい、ロックンロールでちょっと曲調が違います。そうですね、この頃になるとアメリカの音楽自体もちょっと変わってきて、はい、まあ、いわゆる AOR、はい、主流になってくるんですけど、はい、若い人たちにちょっと分かりにくいかもしれませんけど、洋盤屋ができて、はい、タワーレコードが野田一号が主演できて、すごく向こうのリリース時期とタイムラグがなく、はい、日本でも洋盤が買えるっていう時代に突入してきて、それで向こうの音楽自体もミュージシャン主流で変わっていく時代なんですよね。でそういう時に当時の BMG のスタジオにはもちろん山下達郎さんも在籍してるわけだし、なんか新しいこう音楽が作られていくようなムーブメントみたいなものがあって、でちょっとやっぱりポップス的なものを作りたいっていう人たちが集まってきた感じですよね、その当時ってね。音楽が変わっていくっていう空気の真っ只中に僕は湧いたっていう感じがしますよね。宮田さんがこれちょっと聞いてみてってエアプレイのそれこそ伝説のアルバムを初めて僕は聞かせてもらったんですけど、そのなんかかっこよさっていうのに影響されて、もうみんななんか日本のミュージシャンのエアプレイの影響を受けたりとかして、で AOR ブームになってくるわけなんですけどね。まあ、そういうの一つのスタイルを継承して自分でも作ったタイプの曲ですね。はい、まあ、あのミス M はロサンゼルスサイドと東京サイドのレコーディングが分かれていて、二、うん、人のバカンスもアレンジは林さんご自身で、はい、ミュージシャンは鈴木茂さんとかね、うん、島村英二さんとか中西康晴さんとか、はい、清水冬樹さんとかね、まあ、そういう意味では本当にもう当時一番こう勢いのあるミュージシャンが集まってて、うん、その時代を反映している一曲ってことになるんでしょうね。うん、まあ、東海岸よりも完璧に西海岸、はい、ですね、でそこのやっぱり AOR の全盛期っていう、はい、でこれ僕の指針ですけど、はい、アレンジが一番創造的になってきた時期だと思ってるんですね、はいはいはい、いわゆる計算されたアレンジっていうのは、はい、だからルーズなアレンジはルーズなアレンジの魅力がありますけど、はい、一方でアレンジャーがものすごく自分の中で計算した音楽をスタジオの中で再現するっていう、アレンジャーとかサウンドクリエイターがコントロールしてものを作るっていう時代でもあったような気がするんですよ ね。でそういう中で竹内まりやさんというボーカリストを通してこういうような作品をやったらどうかなっていうことでこの作品が書いたような気がしますけど、あのさっきちょっとその音楽体験、うん、まあ、世代の話が出ましたが、はい、林さんは1949年生まれでいらっしゃる、はい、マリアさんは55年生まれ、うん、まあマリアさんにはお兄さんもお姉さんがいたということで同じような体験になってるんでしょうが、うん、林さんもその、はい、まあ、海外っていうことで言うと、はい、チリ音楽祭にお出になってる。そうですね、今のように、はい、アマチュアが表に出てくる舞台っていうものが全然なくて、はい、トレードハンティングされるからやっぱりそのデモテープなりをプロデューサーが聞いて、それでデビューしていくっていうケースが一番多かったと思うんですけど、僕もなんかそういう意味ではそういう場面っていうのが欲しくて、チリの音楽祭に行ったっていう曲があって、その後あの世界を、うん、まあ、放浪されたり向こうで音楽を作ってらした時期が、はい、それはもうどうせ出てくんだったらちょっと長く向こうにいてみたいっていうのがあって、で3ヶ月ぐらいヨーロッパブラブラしてたっていうのがあったんですけど、まあ、マリアさんもあの高校生の時にアメリカのホームステイしてたっていうのがとっても大きな経験になってて、はい、70年代にやっぱり海外で音楽を作られたり生活されたり旅したり、で海外から日本を見た経験がある人っていうのは違う感覚が終わりになるのかな、どうなんですかね。ただはっきりしてるのは海外に行くときに家族が見送りにやる時代ですよね。すごい遠い別れをするような、ものすごい遠いところに行ってしまうみたいな感覚を持ってて、根性の別れとは言いませんけど、なんかすごく今考えるとあそういう場面っていうのが笑っちゃうような、まあ、あのお二人のその経歴を見ていてですね、まあ、マリアさんもミュージシャンになるなんて夢にも思ってなくて、あそうなんですか、音楽雑誌の編集者になりたかった。そうなんだ。林さんもあのヤマハのライトミュージックの編集部にいらしたと言われて、僕の場合は通過点でしかなかったんですけどね、はい、作曲を目指す者にとってみれば資料がいっぱい黙ってんでも集まってくるっていう特権がありましたから、はい、彼女はそうなんですか、もうあの洋楽雑誌の編集者
ミュージックライブですね。ミュージックライブとか。あ、でもね、分かる気するな。あの、僕らの世代って、情報誌も少なかったんで、音楽雑誌も少なかったんで、そういう意味では、ビートルズにね、星川留美子さんがあったりとかっていう記事を目にしたりすると、自分もそういうところに行きたいなっていうようなことは、わからなくもないですね。なるほどね。J-POP レジェンドフォーラム竹内まりや編パート4。それでは1981年10月発売5枚目のアルバムポートレートからいちごの誘惑。4月に出た先行シングルで、これも松本隆さんの作詞でしたね。はい。で、ポートレートを作ってる時にですね、はい、彼女はすでに結婚を考えて、うん、このアルバムで一旦活動を休止するっていう決意をしていたっていう、アルバムだったんですが驚きましたよね。ああ、まず相手にも驚いたけど、はい、ちょうど僕もと結婚した年は同じなんですけど、そうなんですね。で、このアルバムが最後だという決心をしたっていうのは知りませんでしたけど、はい、ああ、でも家庭に入るってことをね、後で聞いた時に、うわー、それでいいのかなっていうのは正直、なるほど、感じましたね。で、これはシングル用にお書きになってる。そうです。やっぱりこれもすごく宮田さんのこだわりだと思うんですけど、ティピカルな典型的なアメリカンポップスっていうものが竹内まりやさんの声質にすごく合うし、まりやさんの持ってる雰囲気にも合うということの流れの中でやっぱり書いたものだと思うんですよね。ただそれを再現するっていうことはそれだけではダメなんで、やっぱりどこかにオリジナリティっていうものを出さなきゃいけない。それは当然作曲の方もそうですし、それからご本人自体はその自分の声で歌うわけですから、その中での歌い方ってことは当然考えられると思うんですけど、はい、大貫妙子さんと、はい、エポと宮田さんの、はいはいはい、3人でコーラスをやったりとかですね、はい、でも可愛い曲なんですよこれは、まあいちごっていうのもね、そういう曲があってのネーミングなんでしょうしね。だから多分詩の世界も当時ナンシー・シナトラとかね、はい、あの辺が歌ってた、その辺のなんかエッセンスを意識してたんじゃないかと思うんですけど、J-POP レジェンドフォーラム竹内まりや編パート4をお聴きいただきましたのは、81年10月発売5枚目のアルバムポートレートから先行シングルいちごの誘惑でした。流れてきましたのは81年10月発売5枚目のアルバムポートレートの中のブラックボード先生、モータウン調な踊れそうな、こんな曲をあんまり流す番組ないですねこの曲やるっていうことはあんまりないと思うんですよね。あ、せっかくですから、これも自分がこういう曲を書こうということではなくて、はい、多分プロデューシングの中で、はい、竹内まりやが歌うモータウンとか、はいはいはい、そういうナンバーどうなんだろうっていうところの発想のような気がしますけど、いつもなんか定番でこう同じようなタイプの曲をかけているの、はい、違うことを要求された方が書き手として面白い部分は、なるほどね。で、やっぱり世代的にも宮田さんと僕も同い年で、はい、聞いてきてるものも近いところがありますから、はいはいはい、僕ね、どないとかっていうと、マリアの声に合うのとかっていうね、そういう話をしてて、で、まあ、当然ご本人も宮田さんと話をしてるでしょうから、はい、じゃあやってみようよって書いてるような作品だと思います。なるほどね、あのアルバムの中にもいちごの誘惑、ブラックボード先生、僕の街へっていうタイプの違う曲が3曲入ってますもんね、はい、でもエッセンスとしてはなんかみんなポップチューンっていうことの共通点はあるような気がしますけど、マリアさんは、林さんは私の声の特徴や癖をうまく捉えて生かす曲を書いてくださったっていうふうに何回か繰り返されてますね。これはね、僕も繰り返すっていうなんかその度に言ってますけど、生まれてきて自分の声って選べないじゃないですか、はいはいはい、そういう意味で考えた時に文字通りマリアさんは、はい、あの声質っていうのは僕は天性のものだと思ってて、はいはいはい、でこれを言うと本人いい風に受け止めてくれてるとは思うんですけど、はい、カレン・カーペンターと同じような位置感に感じるんですよね、はい、でどういうことかっていうと、声質に対して万人が好きな声っていう声質のような気がするんですよ。だからカレン・カーペンターの声もそうで、例えば向こうの人ちゃんとこう聞いてた時に、はい、ロックの中に混じってカーペンターの曲がポンと流れてくると、一瞬それが清涼飲料水になるんだね、すがすがしい気持ちにさせられる、まあ、もちろん声質は違うんですけど、はい、一貫的に僕はね、竹内まりやさんの声質ってその天性の僕の言うイメージする美声っていうのはああいうことを言うんだなと、
でよく美声というと、はい、透き通ったオペラに出てくるような声質を表現として卵を転がすような声っていうんですけど、はい、僕にとってみるとそういう声よりも、はい、アルトの中音域のあの魅力を出した声っていうのは、はい、なかなか出会えないですもんね、決して高くないですもんね。そうなんですよ、はっきり今でも覚えてますけど、はい、Bフラです、はい、真ん中の5000、はい、でもハイトーンの可愛らしい声も出るっていう、うん、そうなんですよね。このアルバムポートレートはですね81年っていう時代に出ましたが、はい、まあ、さっきもちょっと出ましたけども80年代がその AOR の幕開けの年で、うん、はい、70年代のちょうど過渡期だった。そうですね、同じ AOR でも日本風の、まあ、自分もその火付け役の一人だったかもしれないんですけど、はい、まさに火付け役その日本の音楽自体もこう変わってくるような時代だったと思いますけど、はい、何が変わったんでしょうね。あの多分ねその前からもう日本の音楽って当然ご理解されてると思うけど、はい、GS があったりとかフォークがあったりとか、はいはい、そういう経緯があるじゃないですか、はい、でその中でそれでもまだもっと洋楽的なことをやりたいという分子がいっぱいいるわけですよね、はい、で俗に言うハッピーエンドがあったりとか、はい、で日本語でロックをやるスタイルがそこで出たとかっていう話だけど、はい、みんな自分たちでもうちょっとなんか音楽的なことをやりたいよっていう空気はその当時はやっぱムンムンとあって、はい、まあ、ロンバケもそうでしたし、ね、ライドオンタイムもそうでしたし、うん、だからそれはフォークの人たちとまた違う、はい、もうちょっと音楽的なことをやりたいという、ね、はい、でアレンジなんかももう少しなんかこう頭で試行錯誤して考えたもので、はい、でメロディーなんかはもう少し歌謡曲のメロディーラインとは違う、はい、極端に言うと英語がハマってもおかしくないようなメロディーラインとか、はいはいはい、そういうものも含めて変えたいっていう意識よりもやりたいっていう好きな音楽をやりたいって、はい、それが自然に裾野が広がって、それで時代とともにそういう変わってきた時期、はい、ここの時期がすごくなんかターニングポイントだったっていう気がしますけどね。やっと自分たちでやりたい音楽をやれる時代が来た。そうですね、まあ、そういう中でマリアさんは休業をして、まあ、新しい自分の道を進んでいくわけですが、うん、その時の当時の心境がですね、僕の街への中に歌われてる。で、彼女はこの曲についてですね、業界から離れたら何が見えるのか、この先何をやりたいか確かめたかった、うん、当時の決心をそのまま歌にした、うん、この曲によって言葉を編む面白さに目覚めた、うん、その後の作風を方向づけてくれたというふうに書いてますね。それはね後から知りましたね。あ、当時女性が詩を書いてなんで僕なんだろうっていう疑問はありました、はい、あ、そういうのもあったんですか。それはありました。で、まあ時々ね洋楽をカバーして邦楽にした時に、はい、洋楽みたいに「ヒ」を「シ」に変えられるみたいな簡単なことではいかないんで、そういう部分では日本の曲ってちょっと難しい部分っていうのはあるんですけど、ただ女性が「僕」っていうことの響きって面白いニュアンスを醸し出すところもあって、そういう意味合いだけで使ってるという解釈はしてましたけど、そんな深い意味があるっていうことは気がつかなかったですね。今週はパート4、作曲家林哲司さんをゲストにお送りしています。最後は5枚目のアルバムポートレートから、作詞竹内まりや、作曲林哲司、僕の街へ。まりやさんはですね、休業中に河合奈保子さんに喧嘩をやめてを書かれて、ソングライターとして違う道を歩まれていくわけでしょ。うん、で、河合奈保子さんとは、はい、あの林さんとまりやさんで、アルバムの曲を書いてますよね。書いてますね。あれもなんかディレクターがもちろん結びつけて詩をマリアさんでっていうことだったんだけど、すごくやっぱりお互い共通意識として聴いてきてるものが近いところがあるんで、今曲が先だったんですけど、すかさずそのニュアンスっていうのを掴んで、すごくいい詩をそこにはめてくれたっていう記憶がありますよね。83年の河合奈保子さんのアルバム、アルバムというアルバムですけどね、それに曲入っておりましたが、林さんの、まあ、曲で言うとですね、はい、悲しい色やねが82年、うん、悲しみが止まらないが83年、はい、北ウィングが84年、まあ、AOR 黄金時代の扉が開いていくわけですが、はい、林さんのキャリアの中で改めて、うん、マリアさんが関わったっていうことが、はい、まあ、どんな意味を持つんだろうと思ったりもするんですよ。セプテンバーを作って、まあ、先ほどちょうど出ました同じ年に、はい、松原美樹さんを手掛けて、はい、その両曲がですね、はい、スマッシュヒットになってくるわけなんですけど、はい、でもそれは夜明け前みたいな感じで、はい、まあ、自分にとってはですよ、はい、ポップスを自分としては書いてて、まあ、作り方は全く違ってたんですけど、はい、片方は洋楽的に書いて片方はすごく歌謡ポップスみたいな書き方したんだけど、
それぞれボーカリストによってそれが日本のポップスとして生まれ変わっていくっていうことをまざまざと作曲家として見せられてですね、その子の自分の作風に大きな影響をそこで与えてもらうわけなんですけど、ただ日本の音楽シーンっていうのがそのセプテンバーが出た時代っていうのはまだ数年早かったっていう感じがして、それからなんかもっともっとポップスに近づく時代が来るっていうのはね、その時感じますけど、でもその時に彼女と知り合えて作品を提供することによってね、そういうポップスが今もまさに王道がどこにあるのかわからないような時代になってますけど、逆に言えばそれだけ主流だったの音楽がみんながヒットを意識せずに自分たちの好きなことがやれる時代になったっていうことを考えると、あの時代は非常になんかそういう意味ではみんなが同じ方向向いて好きな音楽やりたいねっていうことで頑張ってきた時代なんだなっていうことは改めて今感じますよね。そういう時代に生まれた歌がスタンダードとして一番残っている比率が高いんですよね。ああ、そうか。でも作り手って不思議なもんで自分でスタンダードで決められないのね。そうですね。これはいいからスタンダードにしたいなんてことを思っててもできないというね、歌の運命っていうのもあるんですけど、でも彼女の最近の作品を含めて聞くと、冒頭でお話ししましたけど、作品っていう言い方がすごくふさわしいクオリティになってるなっていうことを感じてて、これは大事なことだと思うんですけど、おそらく彼女の頭脳をもってして聴いてる音楽を考えた時に、もっと音楽を勉強するともっともっとクオリティの高いところの音楽をやっててもおかしくないとは思うんですよ。でも音楽的に多分彼女はそのエンターテインメントとか、あるいはポップス、そういう意味においては自分がどこに留まるべきかっていうことを理解して、あるいは自分のカラー、それを熟知してて、そこのところに進化のエッセンスをちょっと混ぜて、あと詩の世界ですね、人生のキャリアを積むほど語るものが深くなってくるわけですから、それをすごくミクスチュアルにしたまとめ上げたものを作品として出してると。なるほどね。それはなんかポール・マッカートニーあたりがすごい人ですから、その音楽勉強してそっちの音楽に走らないで、やっぱりポール・マッカートニースタイルっていうのを守ってることを考えると、竹内まりやスタイルっていうのはやっぱり彼女の中できちっとそこはテリトリーとして守ってるんじゃないかなっていう気はうっすらとはしてるんですけど、僕はね。そういうキャリアの中でも彼女にとっての僕の町家が一つの重要なエポックだったということになります。J-POP レジェンドフォーラム、竹内秀樹 J-POP レジェンドフォーラム。今月9月のレジェンドは竹内まりやさん。流れてるのは9月10日発売7年ぶりのアルバムトラッドから静かなレジェンド。今週はパート4、作曲家林哲司さんをゲストにお送りしました。まりやさんが何かのインタビューで言われてたんですけど、新しいものを追うのは簡単なんだ、新しいテイストで曲を作るのはそんなに難しいことではないんだけれども、AOR とか MOR の方が難しいんです、って言われてましたね。MOR っていうまさに、自分が一番理想としてる音楽なんですけど、林さんずっとそれをお作りになってらっしゃってるわけで、わかります。ああ、じゃあそこは当たってるのかもしれないですけどね、でもやっぱりいい作品を書いてますよね。やっぱその MOR、AOR を作る難しさっていうのはもう骨身に染みて感じてらっしゃいますか。っていうか音楽的でありたいってこともあるし、それからもちろんメロディーだけではなくて詞とメロディーとが一体になって、それにボーカルが入って一つの作品っていうのが出来上がるわけですから、どれも不可欠な存在ですよね、それが完成度が高ければ高いほどいいこと で、それがなんか新しさを入れることで新しいものが生まれるってことも確かに分かるんですけど、今回のこの静かなレジェンドっていうことが多分ここを今までの竹内まりやのカラーではない部分、少なくとも代表カラーではないところみんな驚きましたっていう、切ってきたっていうところは、おそらくそのコアなところっていうものを彼女自身が一番今の年齢とともにキャリアの中で感じてレイドバックしたところっていう感じを僕は受けるし、それがなんか彼女のコアなのかなっていう気がするんですよね。林さんは去年が40周年を迎えられて、80年代以降のですね、女性歌手で林さんがお書きになった曲を歌ってない人を探す方が難しいっていうぐらいにもうアイドルの方はほとんどそうですけども、年配の方まで、特に90年代以降は大人の方も曲もたくさんお作りになってて、日本の女性歌手の、歴史の中で竹
内まりやさんっていう人はどんな存在なんでしょう。作品を提供しててもアーティストとして活動してる人と、それからタレントとして活動してる人と、まあいろいろ表現方法っていうのは違いますけど、少なくとも僕自身はやっぱり自分のコアはどこにあるかっていうと、クリエイターもアーティストですからね。同じアーティストでもパフォーマーのアーティストとクリエイターのという分け方をしてるんですけど、それがやっぱりアーティストですよ。アーティストに曲を提供したものっていうのが一番大事に思ってることなので、そういう意味では数少ない自分の作品を提供してそれを歌っていただいてるっていう、そのアーティストの中の大事な人ですよね、うん、他の人にはない魅力っていうのは何なんですか。それはやっぱり声質ですでしょうね。もう、うん、もうずっとその話でしたね今日は。もう一つ、そのトラッドがまあそういう意味だということもあるんですけど、色褪せない音楽っていうのはどういう音楽なんだと思いますか。その答えは多分静かなレジェンドにあると思うんですけど。なるほど。いろいろな飾りを剥ぎ取った時に、例えばね、今ねデモテープってものすごくしっかりみんな作ってくるんですよ、作曲家ながら。でも僕らの時代ってギター一本でもそのメロディー聞いた時にそれがいいメロディーかどうかって、むしろギター一本での方が分かる、分かる。それは僕はやっぱり作曲家としては自分の原点だと思ってるんで、サウンドを施していろいろなグルーヴを入れて聴かざることで表現するものではないと思ってるんですけどね。なるほどね、だからそれは僕のコアであって、多分静かなレジェンドと同じ意味合いを持ってることなのかなっていう感じはしますけ ど、ね、色褪せない音楽とは何か。これはですね、いろんな世代の人に聴いてほしい言葉でありました。今週はありがとうございました。